神奈川県道510号町地区川尻線小倉橋、新小倉橋向原付近から小倉方面を望む510号急道。横浜水道の水路橋の下を通り、小倉橋へ向かう510号と県道508号の交点久保沢交差点。左手直進方向が510号、小倉橋方面。神奈川県道510号町地区川尻線は、 全区間が相模原市緑区内を通る県道である。平日は国道413号とともに、津久井地区から相模原市中心部方面への自動車通勤に多く使われる道で、近年の普通乗用車の大型化によって相模川にかかる小倉橋は離合がほぼ不可能になり、数キロメートル単位の渋滞が発生していた。そのため、 1992年より小倉橋の上流約100メートル地点において新橋の建設に取り掛かり2004年3月6日に実質上相模原市中心部方面へのバイパスである新小倉橋として片側に車線の橋が開通し相模川右岸の大倉にアクセス用の道路が新設されたこれにより朝の通勤時間帯の小倉橋周辺の渋滞は大幅に改善された しかし、降落客の通行量増加による週末渋滞が起きており、これを解消するため本道のバイパスとして、津久井広域道路の建設が順次進められている。津久井広域道路は、国道16号、相模立関道、神奈川県道65号厚木愛川津久井線と接続する区間が共用中であり、猫屋伊勢の国道412号交点までの区間は計画中である。 ありがとうございます。